はいめちゃめちゃ緊張しています座り心地に関してはいかがでしょうかこんなふかふかなとこ皆さん座ってたんですねいつもね立たされてばっかりでいつもカメラの後ろで立って見てましたよかったです座ってもらえてでなかなかの外にねリボートで出たりとかあとは読む時間があるからこの椅子座る機会確かにないのか全くないですそうかだからこんなかしこまた私何が始まるの面接なのと思っちゃってすいませんなんか先輩を緊張させちゃって改めてお名前からえっと今 ZIP のフィールドキャスターをやっております テオです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、プラス3っていうコーナーでやってるんですけども、あのミウさんよりジップ長いので知ってます。ですよね。はい。じゃあ逆今日お任せしますので。はい。よろしくお願いいたします。や丸投げするつもりで私より長いんでやっぱり。はい。私もそろそろもうよく考えた私まだ入って1ヶ月経ってないんで。もうずっと回してますんで。先輩じゃないですか。はい。あのジップに関してだもうお願いします。もう今日こんな感じでやっていただいたお待ちくんには。 どうなの最近あ出たいいねいいねいいよいいよどうなんですか実際何がですか慣れましたこの朝早い全然慣れてないのそれがいつぐらいに慣れた未だに慣れてないですねそうでしょう。何年やってる寝る時間がバラバラになっちゃうんですよねしかも日によってどこに取材行くかとかも違うし担当曜日もあるしで意外に定まらないのか起きる時間も今バラバラになっているので なかなか慣れはしないですね私もずっと時差ボケ時差ボケ。現状えじゃあまだずっと寝られてない感じですかいや逆に寝てるあ逆に <laughs> なんか土日ずっと寝てるあ<ー>、うん、あ、ね。なんか夢だったのか本当に存在した土日なのかわかんないの最近あれ存在してたかな病んでます病んでない元気 <laughs> <laughs> 病んではないです<場>うん大丈夫ですはい、はい 進めてくださいね。え、本当に僕回しなんですか。はい。今この状況を楽しんでます。ニヤ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 。好きな食べ物は何ですか。嘘でしょやばい。本当に。はい。豚の角煮です。豚の角煮。はい。あ、そうですか。ちょっと待ってよ。全然膨らましてくれないじゃない。豚の角煮ね。はい。はい。え、ちょっと待ってください。ちょ、本当にごめんなさい。あの丸投げで。 する予定だったんで、はいはい、今いや、何にも後もまた,もた。<laughs> 丸投げする予定で、その人座るのやめてくれ。<笑><笑>じゃ、あ分かった。逆に好きな食べ物なんですか、はい。え、僕最近、あの。はいうん、鶏胸肉を。うん、まとめ買いするの、ハマってて。<laughs> 意味がわからないけど、六 <laughs> キロ今、家にあるんですよ。<laughs> え、それは冷凍してあるの。冷凍です。冷凍庫で。冷凍庫じゃ、結構、もう、ほぼ鶏肉。もう今、今鶏肉で、埋め尽くされていて、うん、で、それで作るサラダチキンが。 えどんなレシピで作ってる？私も一時期ハマってた。あ本当ですか？あのま鶏ガラの素入れて、あそう味付けしとくんだ。はい。茹でる段階で。袋にあの鶏ガラと塩とあとレモン絞ってで密閉してやるだけです。へそれで茹でるの？低温調理。茹でるだけです。低温茹でるんだ。はい。へこれ結構美味しいんですよ。筋肉のためやっぱり。あはいもちろん。えそれはさもう一食で鶏肉しか食べないの？ 鶏肉だけですね。うん、え、ご飯とか、なんか付け合わせとか、そういうの一切食べない、もう鶏だけ食べてるんだ。鶏だけ、なんかおやつ感覚ですね。おやつならなの。鶏肉は、はい。ちょっと小腹が空いた時に、例えば、皆さんこう、お菓子食べたいとか思った時に作る。鶏肉なんだ。はい。そうなんだ、え、六キロでどのくらい消費するの。三週間ぐらい。 ね、そうなんだ。毎日一個ずつ解凍して作るって感じですかね。うんうん、あの筋肉の話とか、鳥の話している時って、本当おまちさん楽しそうだよね。あ、本当ですか。何度かね、あの筋トレ一緒にしましょうって、お誘いはしてるんですけど、うん。まだ乗ってない段階だよね。そうなんですね。うん、あの。リモート筋トレ、あの誠先輩とよくやってるので、ぜひあの目合わせてもらっていいですか。やりたいとは思ってるんだよね。うん 気持ちはあるんですよね。うん、気持ちはすごくある。で、機械を作ればいいんですよね。我々後輩、うん、あの、目だけ合わせてもらっていいですか。あの、すごく、あの、筋トレとかするための、あの、シートみたいなのもあるし。うん、だなんなら、ダン、シーシーダンベルとかもあるし。ダんなんなら、ランニングマシーンもあるし、うち。出た。うん。いろいろあるんだけど、なかなかね、いかんせん、気が乗らないよね。その機械は、あの、後輩で作るので。ぜひ。分かった <laughs> とりあえず、あの、オンラインで、あの。なんての、招待だけしてくれない。はい 出るかどうかは別として。出ない可能性あるんですか?え。<laughs> グループだけ作って、うん。一応あのグループに筋トレグループで招待だけしてもらって。ちょっと一回考え。一 <laughs> 回考える。その時筋トレできる気持ちかわかんないからさ <laughs> え。絶対 <laughs>、はあ。はい。絶対しますよね。筋トレできそうな精神のタイミングが一日に二分ぐらいしかないんだよ。やば、難しい。<laughs> そうピンンポイントで行けばいいんです、ね、<laughs> じゃ逆にご飯食べたら眠いしさ帰ったら一回寝たいしさおやつ食べてもまた眠いしさ夜はテレビ見たいしさ <laughs> だから2分しかなくてだ <laughs> から <laughs> ちょっとそこだけお願いオンエア終わりも直でやりますごめんなそれは一回休みたいからダメなのそれダメ私の24時間分の2分をどうにかピンポイントで当てて筋トレを教えてください <laughs> あの2分じゃ筋トレできないんですよ いいむしろ2分ってんとかなると思う1一個でいいからあのとにかく1回連絡してえまことさん <laughs> OKOK、OK OK、らしいんで当たり前じゃないまことさんは絶対 OK って言ってくれるんだからさすが昨日言ったけど安心安全のまこなんだから大丈夫よ、はい、やっぱまことさんにじゃあ全部任せましょう任せましょう、はい、丸投げします <laughs> 丸投げするお二人でお送りしました <laughs> 何これ <laughs>